います。今時刻が21時20分です。駅員さんに聞いて今からホテルに向かうんですけど、ちょっとこの電車に電車が合ってるかどうかわからないので、そこで書いてた私たちの多分大丈夫だと思います。私が使う枕のようなこれがローマまでの、電車の中なんですけど、3階建て仕様で中はとても綺麗な感じです。でこれ充電とかもできます。はい、イタリアンブレイクファーストです。はい、もう食べたいです。はい、ヨーグルトで、ラズベリーのサイズ、わー、もうすごいでかい、すごくでかい。フルーツゴロゴロ入っとるね。うんふん、ブルーベリー、ラズベリー、バナナ、うまそう。で、チョコクロワッサン、こっちもヨーグルト。自分はエスプレッソを注文しました。うん、で、ナタリアはカプチーノ。うん、どう、美味しい？とっても美味しい。うん、よかった。うん、美味しい。イタリアンブレイクファーストを食べて朝ごはんを済ましたので、今からバチカン市国に行きたいと思います。はい、行きましょう。で、目の前にあるのがサンタンゼロ城です。すごい、迫力がすごいです。眩しい。眩しいね。天気も良くて最高ですね。私のメガネ忘れちゃった。サングラス。あ、サングラス忘れた。忘れた。日差し強いね。強い。これいいですよ。ね、あそこに見えるの多分バチカンかな。あれはバチカンですか？うん。多分バチカンです。そう。今日なんか時差ボケのせいか体感的にもう12時ぐらい。そうですよ。もうなんか11時12時と思っていた。わあ、綺麗ですね。この壁の向こう側がバチカンです。冷たいな。ん？冷たいですね。めちゃくちゃ冷たいし美味しい。オッケー。バチカンが見えてきました。アーチからずっとここあーそこまでに、あっち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 、まだまだまだそのまでに、まだですよ、ここあそこ入り口ですよ。はい、あ、まだそこに、そこの上、はい、そこで入ります。やばいですね。
今バシカンミュージアムに向かっています。僕たちはオンラインチケットで、予約したので、優先的に前に行けるんですけど、見てください、こんだけ列が並んでます。バチカンミュージアムの中に入れました。すごい、平日なのに人がすごいね。ちなみにイタリアは9月がハイシーズンらしくて、9月になると結構混むそうです。でもオンラインで予約したので結構スムーズに入れて、待ち時間がなかったね。ラッキーです。じゃあ今からバチカンミュージアムの中に入って見学しに行きたいと思います。はい、楽しんでみましょう。僕たちのチケットはオーディオ付きのチケットだったので、オーディオもオーディオで案内もしてくれます。ドイツ語と日本語も対応しているということでとても嬉しいです。これが、ミックスベリーとレモンです。うん、これがマンゴーとレモン。どう？マンゴーの味、なんか強いマンゴーの味じゃなくて優しい、優しいとちょっと甘い、スマイルドな自然の甘さで。うん、行きますか。今から予約してあるクロッセオに行きます。はい、行きましょうか。今から歩いて30分ぐらいかな。30分、はい、大丈夫。今影で暑くないし結構大丈夫ですね。はい、行きましょう。コロッセオに到着しました。そうです、暑いです。暑いね。ホテルからここまで歩いてきたんですけど、意外と遠くて、しかもチケットを取る場所が、思ってた場所と違くて、多分 4,5 キロ歩いたね。はい、 4,5 キロ歩いて結構疲れました。そんな
いやでもコロッセオ迫力すごいね。すごいよ。ね、面白い。うん。昔の人はここで戦ってたんだよ。そうですね。ちょっとここ。すごいね。ここで人間と人間とか人間とライオンとかが戦ってたんだよ。すごくない？で一番上の階が一番貧しい人で、で一番下の階が貴族とか偉い人が座っていたそうです。イタリア最後のディナーです。ボロネーゼとマルガリータピッツァ、スーパーデリシャス、美味しいね。とても美味しいです。食べたい？うん、後で食べる。うん、I like it。今日は全部歩きで移動して35万歩歩いたのでちょっと疲れたね。食べて元気を蓄えて明日に備えましょう。いただきます。バチカン市国に来ました。今日はサンピエトロ大聖堂に向かいたいと思います。昨日サンピエトロ大聖堂の中に入ろうとしたら、待ち時間が多分3時間ぐらいあって中に入れる感じじゃなかったので、今日は朝一でリベンジしに来ました。やっぱどんどん近づくにつれて迫力が増してきますね。でか。うわ、すごっ。すごはい、おはようございます。ローマ3日目です。今日の朝食はサンドイッチ、ティラミス、パクチーノ、オレンジジュースで、僕はアメリカンブレックファーストを頼みました。飲み物はカプチーノです。どう、美味しい？イタリアの朝ごはんって美味しいね。なんかイタリアでは朝ごはんは結構甘いものを食べる文化があるんですけど、今回はちょっと甘いものじゃなくて、
味しいです、うん、普通のサンドイッチ頼んでみました。じゃあイタリア名物のティラミスを食べてみてください。なんか言ってよ。美味しい。そんな美味しい。マジか美味しい。そう。何点ですか。何点。100点じゃ。まあ今まで食べたティラミスで一番美味しいかもしれない。本当に。うん。美味しい。美味しいですね。私がもう全部、まあもうちょっと全部食べていました。美味しいですね。これ2カップいけるね。はい。めっちゃ美味しいね。多分でも2カップ目は多分もうお腹いっぱいすぎて。2カップ食べれるぐらい美味しいね。うん、でもカプチーノが何カップ目飲めますよ。カプチーノと合うね、やっぱカプチーノとめっちゃ合うですね、うん、あのテラミスとカプチーノ。はい、じゃあいただいてください。はい、これがパンテオンです。なんか突如ローマの街に遺跡が現れるみたいな感じです。すごいね、迫力がすごい。誰やローマどうだった？面白いこともあったし、大変なこともあったし、暑かったし、いろ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 あったよね。ああでもご飯美味しすぎ。うん、そうイタリアのご飯本当美味しいね。そういろいろな見どころもすごいし。うん、まあローマはあのホテルの取る場所によってすごい観光地の巡り方が変わると思います。うんうん、なんか結構立地のいいとこにホテル取れば割と簡単にローマ市内、まあ主要な観光スポットは、ま、回れるかなと思います。うん、絶対なんか観光スポットのなんかどこかの近く真ん中にした方がいいと思う。結構暑いので歩くの大変です。そうね、立地めっちゃ高いから。あとあれはね、意外と駅の周りとかでホテル取るのは危ないかもしれないです。そう、駅の周りはちょっと治安が悪い感じがしたので、取るなら駅から離れたところとかでホテル取ると結構安全に夜とかも遊べると思います。駅からバスでどこかのホテルに行った方がいいと思います。ね、じゃああと空港まであと2時間、うん、ちょっと最後まで楽しみましょうか。はい、そして何か言いたかった？あ、3日間は全然大丈夫と思います。ローマとかだったら、そう3日ぐらいあれば。でもこれもホテルの場所次第って感じかな。うん、はい、最後のスポットです。うん、ローマ最後のスポットはスペイン広場です。はい、すごいね、綺麗ね。綺麗です。階段が多い、でも登りません。もう今日はもう歩きたくないね。はい、だから今日はちょっとゆっくり、あまり歩かずに省エネで最後の30分ゆっくり。スペイン広場に来ました。あのローマの休日でオードリー・ヘップバーンがジェラートを食べた場所で有名な。あ、そう、ワイルドスピードでも舞台になってたね。いろんな映画の舞台になった有名な場所です。まあ、なんかスペイン広場の名前の由来はただ単にスペイン大使館が近くにあるからっていう理由らしいです。
気持ちいい。気持ちいいですね。タクシーで空港に行きます。電車で間に合わなかったので、はい、ではドイツに帰りましょう。はい、今、ローマのレオナルド・ダヴィンチ空港、国際空港に到着しました。ローマどうでしたか？まあ、いろいろな点がありましたね。いいものは、歴史と文化の建物とかはすごいと思います。なんかバチカン市国とかもあるので、まあ、コロッセオとか、まあ、歴史好きの人には最高のスポットだと思います。あとカードでだいたいどこでも払えるので、バスの中でも電車の中でも、まあ、いや逆にカードしか、例えば現金もバス電車で現金は払えないので、うん、でも逆に便利だと思います、うん、早くカードを持ってればバスの中でも電車もタクシーも、あと観光地でも全部の場所で決済できるので、まあすごいカードがあればすごい便利です、うん、はい。あと食事ももちろん美味しいですけど、食事はやっぱすごい美味しい。ジェラート、ピザ、マリトッツォ、ティラミスとか、あとピザ、うん、いろんなところで有名なイタリア料理が食べられます。ピザもなんか量り売りみたいな感じで1キロいくらみたいな感じで、結構割と安く食べられる。そう自分のサイズが入れられます、うん、自分の好きな量を注文すれば頼めます、はい、で、まあ、結構お持ち帰りとかでもさらっと切って持って帰ってこれるので、あれはね、あのホテルの中で食べたりとか、はい、ちょっとお腹空いてもすぐ食べたりとか、はい、便利です。あ、そうで、ちょっと注意しなきゃダメなことは、まあ、主要な観光地の近くに行くと、まあ、主に黒人さんなんですけど、ミサンガとかなんか変なおもちゃみたいなのを押し売りしてきて、多分それ自分たちは大丈夫だったんですけど、それに触ったりするだけでも、まあ、お金請求されたりする感じだったので、うん、まあ、初めてヨーロッパに行く人とかは、まあ、そこら辺注意した方がいいかなと思います、うん、最初にちょっと怖くて、でもいつも無視したので、うん、大丈夫、結構慣れて大丈夫ですか、うん、まあ返事しない、そのミサンガとかに触らないが大事です、うん、だと思います。はい。でもあとは、まあ結構駅の周りは本当危ないです。危ない雰囲気がありました。はい、まあ駅の夜ですね夼になると駅だいぶ日中の時間と比べると豹変するっていうか、雰囲気が一気に危なくなるんで、はい、まあ、なんか若い人たちがたむろしたり、あとホームレスの人が階段で寝たりして歩くところなかったりする感じなので、はい、だから私たちは街の中、まあ、ちょっと高いけど、ですから私たちは、ホテルをちょっとローマの中に取りましたね。そう、あのホテル取るときも駅の周りの方がちょっと安いんですけど、駅の周りで取ると、まあ、移動は便利なんですけどちょっと危なかったりするんで、自分たちは駅から結構離れた場所の主要観光地ナボーナ広場とかの近くに行って、で、まあ、結構徒歩でいろいろ歩けるような場所に取りました。はい、ホテル取る場所次第ではすごい夜も安全に行動できたりするので、おすすめはみんなの好きな用途、好きなところに、多分真ん中に歩ける場所で乗れる近くのところの方がいいと思います。まあ結構暑かったので真ん中で来ましたので便利でしたね。うん。あとなんか、まあ、なんかアプリみたいなの起こしたら。電動キックボードみたいなのとか自転車とかスキャンするだけで乗れたりするんで、結構移動も便利にできるんでおすすめです。うん、今からちょっとフランクフルトにフライトがあるので、
たフランクフルトに戻ってから皆さんまた会いましょう。ありがとう。皆様ご視聴していただきありがとうございます。じゃあまたね。バイバイ。